あ、こんばんは。今週も、8時になりましたので金曜日の定例配信から始めたいと思います。よろしくお願いします。そろそろ定着してきたと思われますが、21時過ぎ頃から、ミニ大会式の細道、開催予定しております。それまではの時代の放送をお楽しみください。では今週もよろしくお願いいたします。Yeah!
Thank you.
Yeah.
Thank you.
ディア。
Yeah!
Yeah!
あ、はい、皆さんこんばん、はい、皆さんこんばんは、こんばんは。本日は2018年5月18日ということで、人数は 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9人、なんと9人しか本日珍しくいませんが、第75回ですね、四季の細道始めていきたいと思いますと。そろそろ時間なんで始めようかな、なんですけど、残念ながら9人しかいません。で、あれなんで人数少ないんで、後から来た方おられたらちょっと入ってもらうよう、いつもより柔軟にちょっと入れちゃおうかなと思ってます。そうですね、いつもそんなに、あ、本当ですか、喋ってる暇ないですね、すいません。第1試合みたいです。あれ、ね、第1試合がセロテープです。こんばんは。第1試合が、中島さんと山本さんで、キャラが何だったかな。さあ、第1試合が山本さんのチュンリーと、中島さんの剣。中島さん剣はちょっと珍しいですね。ガイルとかホンダいつも使ってますが、コマンドキャラはどんなものか。さあ、波動波動。さあ、なるのはチュンリー。さあ、内から
歩いて、さあ地上戦をしているふりをしているが、もちろん狙いは繋がっていない。さあお釣りが若干安かったが、でもレッパの隙にちょっと選別入れるのは難しかったか。さあどこで使っていくのか。ここで使っていって大力ほぼこぶ、若干ゲンリードで時間がなくなった。1ラウンド目は剣。ただちょっとツイッターでも話題になってたんですけど、一応ヒントになるようなことを実況とか解説が言っちゃうのはどうかみたいな話があって、時間がないだとかゲージがあるぞとか、その辺のことはどのぐらい言っていいものやら、まあ式はそんなに厳しい感じやってないので、見たまんま思ったことを言っていきたいと思っているんですが、さあ波動波動で画面端から出られない。おっと死んだと言いながら飛びを通して投げまで入れる。最後は弦の空振りに波動拳入れて勝ったのは中島さん。あ、続いて自分ですね。はい、山本です、こんばんは。2試合目、セロテープさん。セロテープさんはもしかして、もしかして今日だいぶ味を占めたバルログ、あれバルログ今日やってませんでしたね。はい、開幕。お、なかなか、お、地上で行くスタイル。お、さすがピヨって投げ、冷静。受け身が取れない。お、スラを刺していく。お、今日行かないスタイルですね。しかし膝が来た、膝が来た。スカイハイガードされて大昇龍。そうなんですよね、大昇龍反応できたらどこでも落ちちゃうんで、今日が行きづらいということですよね。お、爪重ね最後だけ当てると。しかし寄ってしまう。めくり立つ巻きから波動。ゲージはあるが使いこなせるのか、セロテープさん。うん、やっぱり落とされる。めくって残り1ドット、昇竜拳。大昇竜やっぱり何でも落としますね。中島拳勝利。中島さん剣結構使ってるとこ見ないんですけど、だいぶなんかやってるような感じですね。竜は見たことあるんですよね。ああそうですね、剣は。はい、続いて川島 DJ。 練習したのにな。波動拳。これ剣 DJ ってどうなんすかね、僕ぐらいなんすかね。しないでもないぐらい。あ、そうなんですか、やっぱり。まあ、波動がそんなに速くもないからってことなんですよね。水道は実は時計の出して出す前か出した後かですよ。そうですね、っていうところです。ちょっとなんか手が真っ黒です。あ、その前に気をつけないといけないですね。はい、1本目は川島 DJ。 こちらって。画面端逃れた。これでもお互い離れちゃう感じもしますけどね。で接触して裏からですか、ね、お互いそうですよね。カワシム DJ 勝利で、続いてメルパガさん。はい、ヌルポガさんは竜。お、竜使うようになったんですね。
S 剣以外を使えるのかどうか。そうですね、ちょっとどうなんでしょうね。お、でも昇竜は出る。やっぱり S 剣使い。あ、でも剣使いは竜使えるっていう話ですよね。竜使いは剣使えないって話がある。なんすけどって、その感覚の違い。お、いいファイヤーハードですね。お、めげずに打てるファイヤーハード、これですよね。やっぱりいい球打ちですね。リジはこれちょっと厳しいんで、はずなんですよね。竜の波動は、まあ、竜のファイヤーハード。しかしめくりからコンボ入ってしまう。ほんと安い、安尾さんでしたが飛ばれてしまう。ジャンプ大きいの場合は一緒なので、そうですね、お互いその飛んで一発だけなんですよね。手先に当てれるのが、その後が難しいのかなと。大ダメージにはならないんですよね。だからまあ、しゃがみたいソファーとかに見えるの。なるほど。おっと、投げ落ちちゃったところ投げ、カシム DJ 勝利で、続いてエクスパーさん、あ、ケンさん来てますね。ケンさん、エクスパーさん、ラウンド1ファイト。はい、続いてエクスパーさん、オレンジの竜、やっぱりかっこいいですね、いつ見てもこの竜。対空波動が、対空波動が決まっている。うまい。あれ見てからじゃないんでしょうね、多分。おっと、ジャックにアッパー。しかしマシンガン食らってめくりからピヨってしまった。あれめくり見えないですよね、見えにくいですよね。僕はあのガードするより、はい、なんだっけ、リバサ竜巻で逃げろとかそういうのを言われましたね。空中ぐらいになって、そうですね。高い。しかしこういう形でピヨってしまうとどうにもならない。おっと、コンボを改めて確認。カシム DJ 勝利で、続いてうねさん、うねさん。そうですね。でもあれですよね、 DJ 側も確かどっちか分かってない感じですよね。とりあえずコマンダー入れとくみたいな。続いてうねさん、うねさんが、うねさん竜、ウネさんは竜使ってたところはあんまり見たことないです。 S 竜よくやってましたけどね。シンク、飛び越えられてしまう。お、しかしソバットカーニバルうまいことジャンプした。飛ばれてしまう。そうなんですよね、ちょっとこれ竜有利って言われてるんですけど、ちょっとコツが必要な気がする。ですね、お互い打ち合い、あーっとピヨってしまった。しかし安い。おっと、そばとカーニバル裏から投げれた。しかし飛びに対して警戒をできているか。波動を蹴られてしまう。川島 DJ 勝利で、続いてデンさんでよろしいですか。はい、デンさん、初めてですよね、データ式。なるほど。ビッグワンとかでお見かけしたことはあるんですが、ベガですね、デンさん。
かしメガ DJ は組み合わせ的に、お、よってはない、よってはない。お、ジャンプ中盤使い方がうまいですね。投げ返し、お、最後で逃げる。デビルリバースからの全部ガード下が、おっと空中でお手玉。あれ、メガはガードしてもお釣りがもしかしてないんですかね。はいはいはい、割れたとしてもナイトメアがないと、最後ガードしちゃうとないんじゃないですかね。ないってことですね。最後がスカッタにすればガードしようか。お、画面端でレンさん、ベガ勝利。続いてハクさん、はい、続いて最後のプレイヤーですね、ハクさん。1周目最後、ハクさんはホンダ。サクサク進みますね。ハクさんはホンダもベガも使っている。きっちり待てればホンダなんですが、意外と待つのがいい。もしかね、スーパーウッチとか便利なものがあると使いたくなっちゃう。そうですね、負けパターンは大体そこなんですよね。あ、お互いに交錯している。体力がどっちリードかわからない、五分ぐらいなところ。お互い決定打がないのか。ナイトメアが刺さる。お、拾わなかった、拾えなかった。危ない、今大いちょうが仕込まれてたような気がする。あーっと、トマホーク刺さった。2本目、高めから大いちょう、コパンから大いちょう、黄金パターンですね。素晴らしい。ベガが受けに回ると結構サクッと味が出るんですけど、投げてしまう。ダメ足、これはちょっとやばいか。おっと、うまいことフォローした。しかし逃げられたか。ヘッドプレスなんかすごい上手かったですね。おお、うまい。バックジャンプキック大ですかね今の。さあワンチャン、逃げた、逆感で逃げたが、ヘッドプレス。おっと、ズズキを止めた。おっと、ズズキが刺さった。ナイトメアガードできた。時間がない、どうする。めくりが入った。めくったんすかね、持ってっぽかったですけど。はい、続いてクレジンさん。あれ、グッサンいつの間にかグッサンもらう。続々と登場しております。はい、続いてクレジンさんのダルシム。ダルシム、ベガ難しいっすね、ちょっと。フォアファイヤー、ベガのスピードにダルシムが間合いを調整できるかですねっていうところ。ちょっとスピードに翻弄される感じですね。これはなんとかしたいところ。なんとかなるんでしょうか。はい、あれ、本当だ、 SEO 瀬尾さんですかね、高野の瀬尾さん以外に
思いつかないですけど。ありがとうございます。おっと残念ながら瀬尾さんコメントありがとうございます。残念ながらダルシムちょっと対応がっていうところですね。2本目頑張っていただきたい。デンさんベガー勝利で、続いてグチさん。グチさんはエントリーキャラは、グチさんがガイル、川島4連勝、川島さんの DJ が4連勝。最後で、あ、乗っかってしまった。分からないと、ミスさんが分からないと言ってくる。ベガさんが分かってないみたい。しかしベガガイル難しいような気もするんですが、お互いに難しい気がする。はじがり、おっと飛ばれてしまった。おーソニックにいやーソニックが刺さる。カニが見えていたが、ん、投げ返す、暗い投げ、あっとサマーがスカル。おっとアッパーフェイント、サマー、お、めくりが入った。ソニックが入った、グチガエル勝利。続いて、あ、自分、さあ2周目、1人目山本さんですね。現在のところカワシムの DJ が4連勝、続いてデンさんの今やってた、ベガが3連勝ですね。山本さんは頭やチンリーめくって投げて、投げてスピニングが抜けられず、さあ使わせた感じか。ソニック様が当たらない。今最後今ゲインキックで相打ちだった気がするんですが、体力は一発圏内。さあ削り切れつだが時間がない。今ちょっと戦列の使いどころが良かった感じですね。削り逃げして1ラウンド目だったね山本さん。さあ魂向から山本さんが我慢強いとの、さあ乗っかって削るフリー、今抜けられず、ああ、投げる、ぶっちがえるが1本取り返す。確かに山本さん、あれですね、慎重に、そうですね、
適正で技を振らずにガードを固めるところは慎重に、そして浮き身もきっちり取っている。さあ大足投げる。さあガードが硬いと見るや投げをちょっと多めにしてくるグッチがいる。ソニック様、これがやりたかった。さあ一回こけて、ちょっと高いけど投げが入って、最後はグッチがいるの粘り勝ち。いやー負けましたね。続いてセルデプさんですね。セルデプさん、サンキュー。いや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 、これはキャラ差はだいぶあるはず。やっぱセロテープさん近づけない。やはりガイルはこういうスタイル。いけるのか、いけるのか、おーっと行ききれなかった。近づいたらザンギ有利ですからね。近づくまでがだいぶ厳しいと。ザンギ有利なんすかね。近づいて有利じゃないですよね。全然よくよく考えてみたら近づいてもガイル有利、遠くてもガイル有利。知ってる動きですね。そうですよね、体力差が、攻撃力がザンギの方が強いんで相打ち OK って形でもあるんですが、グッチガイル勝利で、続いて中島さん。続いて中島さんはホンダ選ぶな。ホンダ、ホンダを選んだ。ホンダ対ガイル、これガイル有利ですよね、多分ね。さあ、はめて最後は下段。ホンダの下段が大切。マジマホンダがまず1本。中島さんのホンダに挑むのはエクスパーのオレンジ色の竜。さあ開幕頭突きが当たって足までチョップで落として削って、相打ちでももう大ダメージ。割と僕なんかは端に行くとやばいと思ってなるべく端に行かないように立ち回るんですが、割と新しめのプレイヤーはそんなに端に行くことを嫌がらないというか、端に行ってからしのいでもいいやみたいな感じのプレイヤーをする人も結構いますね。
まず突き入れて高めから細かく当ててダメージを取る。さあ竜巻、真空はガード。さあ一発圏内、チャージしていた鬼無双、最後だけは使えますね。ガイル、エックスリュウ、エスケント、ホンダがどんどんきつくなっていく感じがありますね。でもあれですか、中島さん3連勝。そうですね。あごめんなさい、2連勝3人目で。グッチガイルに勝ってたんですから、グッチガイル、エクスパーリュウで、あまだ2連勝。そうですね。で3人目の向こうがエス。さあ言ってるうちに、多分龍拳シリーズの中で一番ぐらいにきついと思うんですけど。そうですね、はい、の中で一番 SQ がきついと思います。ホンダはそんな感じしますけれども、さあでも落とされる、飛ばなくても波動、あれでも当たる、きっちり見ている。向こうが S 剣が相当手強い動きをしている。ドラゴンダンス、やらしい、ペチッといった。どうする、どうする、しかし聖剣、聖剣タッチ、聖剣伝説ですね。ワイド、はい、さあさあもう一本ありました。開幕波動昇竜で落として、さあどうする、おっ、ガチューパン、おっと紅茶らなかった。これはきっちりやれば本当は勝ち目ないですからね。多分大昇竜かなり厳しい組み合わせだと思います。次が刺さった、あの距離から昇竜拳、昇竜が斜めくる、ヌーポガエス拳勝利、四季の細道で初勝利じゃないですかね、ヌーポガエス拳。ガイル、やっぱりウネガイル、さあウネポガ対決、いやこのライバル対決、ね、ケンタガイル、おそらく死ぬほどやってるんでしょうけれども、さあこれ S だとどうなるかっていうのは分かんないですけど、ガイル有利なのかな、 S だとガイル有利って話ですよね。確かに X 同士は、 X 同士は割とガイルが効いてる気がしますが、あれですよ、あの極端な、はっきりどう考えてもやつ以外はもうどっちが言うとかね、我々がいちいち言わなくても、もう皆さん、そうです、自分でやっていただいて、そうです、というところです。見てた波動は打ち合いになる、エスケンは波動も速いんですよね、多分。そうですね、ですよね、さっきから見てると一番見てる感じもしないので、球の速度は関係ないんですけれども、全体の硬直フレームが短いはずですね。おっと出なかったか、さあ勝利切り返す、さあウネガイルがいい立ち回り、さあこれは良くなったか、おっとカーダニのヘリを見せる、ラブ様後ろから食らったが、硬直フレームに後ろからアッパ昇竜、素晴らしい動き。こうなってくるとウネガイルもダブ様出せなくなってくるので、大昇竜ダブ様出していく。そして今竜巻しない方が良かったんですかね。そうですね、ウネガイル勝利。続いて川島さん、ラウンド1、はい、ウネガイル勝利で川島さん、ここで何を出す、当たっているが何を出す、あ、
さあ大人の時間です。おー、今日カレー宣言。軍人だ道義だといった遊びの時間は終わりです。ここから大人の時間、かなりの、はい、かなりダルシマユリです。このさっきの剣ガエルとかはどうなんだみたいな話とかじゃなくて、一応いや覚えておいた方がいい、あの露骨なやつのうちの一つ、もう少し8-2から7-3くらいあるじゃないですか。あのシャガパンがソニックの下はくぐるわ、サマーは当たらないわみたいな、はい、これとサガットダルシムとかは覚えておいた方が、あ、覚えておいたか、まあはい、それに次ぐぐらい、ダルシムが多分ダルシムが2番目に楽なのがガイルじゃないんですかね。龍拳、そう龍拳よりは楽だと思います。さあワンチャン、続いてハクさん、ハクさんは2キャラ目は多分あのキャラを選ぶんだと思うんですが、迷いなくあのキャラだと思うんですが、おっと裏切りどこだ、イメージラウンド1、はい、そうですね、おっとさん臭いっすね、コメントはね、ライブ見てる感じです。セオさんです。コメントありがとうございます。さあ投げはどうなんだという感じですが、ダルシムのふわっとした着地を投げるのは結構タイミング難しいので、お互いにあれですね、2フレーク中同士ですね、これ。でまあその浮いた後着地をダルシムの着地を投げるのは難しいので、出てるのが長い技を地上に置いて埋め込むとかがいいんじゃないかと思うんですが、さあ、おっと気をつけしまった。ファイヤーは安い、まあとりあえず壁端なのでラウンが取ればいい、逃がさなければいいみたいなところは、さあ逃げられた、逃げます、逃げていく、あーっと最後暴れて、これはおっといい暴れ、これはガンマッチ状態ですね、ダルシム、さあ足が置いてある、できない、かわしむダルシム勝利で、続いてクレジンさん、あ、これはゴブじゃないですか、これはゴブじゃないですか、さあ続いてクレジンさんはキャラ差はない、私はクレジンさんがダルシムがやってるの見たことがありませんこれはキャラ差はない、キャラ差はない、ただキャリアの差がちょっと、頑張ってもらいたい、ね、ダルダルはなんかよくわかんないですけど、上から抑え込んだ方が強いような、あ、そうなんですか、追い込んだ方がみたいな感じなんですか、だってドリルが結構返しにくいしダメージも大きいんですが、でもそれ封じるためにドリル打つためには一回浮かなきゃいけないの で、ね、立ち中継を置いといたりすると落ちるとか、なんかそういう、上りに落ちちゃうわけですね、そうですね、で落とされた後は逆に上からドリルをまた被せられてみたいなところも、これはまあちょっとあれですよね、ドリルはどのキャラでも辛いですよね、結構かなり面倒いと思いますね、ガード安定しちゃう感じになっちゃう、さあ上から行って、ちょっと高かったので使われた、逆境投げられている、カシムダルシム勝利で、続いてデンさん、さあ確かデンさんの2キャラ目はバイソンだった気がします、おっとバイソン、ああわーっと、
ファイヤー打って落とされてるのを繰り返しているうちにクレイジーをなるべく早く溜めて、ダルシム側が手を伸ばした火を吹けなくなったところでダメージ取り返すみたいな。こうなってしまうと終わらない。しかしダルシム側はできればゲージが溜まる前に殺す。ああ、そういうことですか。ああ厳しいですね。ヒルコで逃げた。おああ、バカにな。ああ、バカになったぞ。下を狙っていく。下を狙っていく。さあ変わった連携で、あー、しかし落とされている。デンさんのバイソンの勝利で、続いてグチさん。ラウンド1ファイト。はい、続いて、グチさん、なぜか同キャラになってしまった。バイソン。さあ、クソゲーが。さあ、おわおわし合ってるなって、もちもちかおわおわし合ってるね。赤い上着に、紺のグローブがデンさん。はい、ね、ワンピー側の茶色い服に赤いグローブがグチさんね。タンパがでかい。溜めてましたね。これは多分ゴブでしょうね。ゴブですね。はい、あれですね、かける5前夜祭でもね、バイソンチーム2年連続優勝してますからね、はい、キャラ性能も申し分なく。どういった過激があるのかいまいちわからないんですが。そうですよね。画面はあっとクレイジー。しかしかける5でなんか玉島さんとがやってたのはなんかごちごち合戦だった気がするんですが。そうですよね、やっぱり、はい、バイソン同士っていうとそんな感じですよね。2人はあんまりごちごち合戦じゃないですね。なんかそうですね、わわわしてますね。わわわ合戦。おっとつなげていく。タイミングずらしのバンパンチ。わからない、どこが割れるかよくわからない。下段が置いてあるか。おっと、芋掘りで置いてあるか。グッチ、グッチですね。あとはグッチバイソンが何連勝するかで、さあ止められるのか山本さん。さあ全員2周目が今、グッチさんが2周目最後のプレイヤーなので、グッチさんの連勝が止まるまでランニングが続きます。今グッチさんは今1勝目、3勝以上、今日はちょっと人数が少ないので連勝数も控えめなので、3連勝すれば決勝に残るんですね。投げて背中割られる。落ちて思ってから、おっと電子を出していく。終わって、レジ使っていく。背中がまた割られる。今かなり強引に掴みに行った風でしたが、さあゲージ使って、最後はちょっと時間がなくて焦ったか、下段が空いてしまってグランドストレート同点。ゴチってゴチって、さあ判定の強い技を振り回してグッチさんが2勝目。おっ
と厳しい。続いて当然、当然選ぶのは、おおお、キャラを決められないゼロテープさん、バルログ予告家のザンギ、まあそうですよね、決めれる権利ありますかね。これはでもどっちとかなかった感じで結構有利に振りがつかないカードと思ってる。スクリューで決まらなかった。ちょい待ちヘッドを食らってしまった。どうする、どうする。バイソンはクレイジーは削りでは使えない。危ない、あーカーシム DJ、 2位がデンさんのベガですね。この2人で決勝戦、え、あれ、あー、そうですね、ダルシムじゃなくて DJ も殺されてましたね。そっか、なるほど。3先です。この3人死んでから、あれ、戦闘あるかな。死んでからじゃあワンピー側がカーシムさん DJ、 次側がデンさんベガ。そして空中からジャンプコパン、めくりなどなどを乗り越えてベガは勝たなければならない。ベジがないと対抗がないですからね。敵の対抗、ジャンプコパンは結構落とすのは、ね、まあ、前からというよりもなんか逃げコパンに対して、さあジャック、立ちからのしゃがみですね。投げもあるのでベガはちょっと拒否るのは難しい。死ぬ体力の場合は本当に投げられても死亡、下段開けても死亡みたいな。あ、ジャック強いベガの、さあエアスラップ、バックジャンプで逃げたこのタッチューパン、あれも何気にやばいですね。
噂の上りコパン。さあ2本目も取ったのはカーシム。さあ3本目ラストになるのか、ジンさんが巻き返せるのか。さらにベガーからすると DJ は多分めくりとか揺さぶるのも結構難しい。さあ今も上から行ってないですね、まあ、地上さあ機動力表おっと殺し損ねたかゼロロット。ここはじっくり行った。さああるのか、あったか、寄ってしまった。投げる。さあ足切りリーチ。今のラウンドは取っておきたかったですね。そうですね、あれはちょっと惜しかったんですね。上り台系あれは強い。めり込んだところ投げ勝ったのはカワシム。まさか逆の結果だった。カワシム TJ 勝利、おめでとうございます。おめでとうございます。です。予選ではそうですね、ジェンさんの機会負けていたっていう話でしたが、メガ戦いまいちよく分かってない。あ、よく分かってない。なるほど。ワンチャンで殺される可能性がある DJ です。ね、まあまあ、お互いちょっと、あれですね、多分今後やると思いますね、この組み合わせ。いや、結構ね、やってて。あ、もうやってるんですね、結構。あ、南浦のビッグワンの、なるほど、ちょっとやってるんですけど。お互いあれですよね、南浦のビッグワンが、ビッグワンセカンドがホームな形ですよね。毎週月曜日、フリープレイ、やっております。最近ちょっと、人が多すぎてできなかったりしたんですけど。そうなんですね、まあ、最近またちょっと落ち着いてきたんで。あ、大会終わったからですよね。近くに寄っていただければ。もし近い方はね、そうですね、南浦をあれ、ね、寄っていただければ。もう一人ホームの方いつの間にかおられましたけど。ああ、彼もね。はい。そうですね、すいません、今日は DJ でしたけど、はい、申し訳ないです。そうですね、失礼しました。はい、どうもすいません。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。カーシム DJ 優勝ということで、まあ、本日、第75回ですね。75回、四季の細道、はい、これにて終了ということですね。お疲れ様でした、コメントをくださった。お疲れ様でした、瀬尾さんから。あの方瀬尾さんですよね。ぽいですね。間違いないと思いますけど。ありがとうございました。かける5からは2週後なんでしたっけ今ですね。2週間後、はい、なるほど。あれですね、かける5前夜祭から2週間後ということで、はい。いや、あっという間でしたね。そうですね、もう2週間も経っちゃった。はい、まあ、皆さん多分5月病か何かで今日は来れなかったのかな。え、ゴールデンウィーク終わってもう暑くなってきたし。そうですね、はい、そうですね、だいぶ今日は暑かったですよね、はい、昼間はここ数日、ね、今週暑かったですね。そうですね、皆さん、あ、なんかツイッターとか見てると結構体調崩されてる方も多いみたいです。あ、見ますね、はい、ね、皆さんね、ですね。まあ、でもなんか気をつけていただきたいです。なんかゲームしたら治ったっていう人もいたりするので。まあ、ゲームなんかしちゃうのもいいんじゃないかと。そうですね、うっかりしてみてどうなるかですよね。はい、責任は持ちません、うん、そうですよね、はい。いやー、さすがですね、セオテープさん。はい、いやいやいや、ね、いや、好きなことをしてるとね、多分免疫力なんかもググッと上がって。そうですね、はい。まあまあ、でもあれですよ、苦しいことやるよりも、そうですね、楽しいことやった方がね、はい、やっぱ精神的にはそうですね、いいんじゃないかなと思います。はい、まあ、週末も皆さんね、そうですね、お家に外に行っていただいて、何楽しいことをしていただいて、はい、はい、大いにねリフレッシュしていただければと思います。はい、今日はまたあれですね、デートなし期、これから閉店時間までは野地合祭り、野地合祭りがありますので、はい、今稼働台は6セットですね。本日6セット、そうですね、はい、はい。なんかじわじわと人も増えてきて、はい、そうですね、はい、にぎわっておりますので、はい、なんか近場にいてまだちょっと対面したければ、ね、今から来てくれてもいいんですよ。そうですね、はい、お時間がある方はぜひご来店ください。ください、はい。じゃあ、そうですね、
大丈夫ですか、はい、店からの告知とかも特にないですね。ないですね、はい、はい、わかりました。本日はこれにて終了としますね。そうですね、配信はこれ、配信台はそのまま流れるんですかね。はい、そうですね、閉店までは。はい、じゃあなるべく配信台でやりましょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。
Smash!
ああ、お疲れ様でした。ということで今週も23時になりましたので配信は、この対戦ですね、最後にしたいと思います。ということで今週の配信はこれで終了したいと思います。それではまた来週もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。